はい、どうも皆さんこんにちは。こちらの映画ラジオの時間です。名探偵コナン好きと映画好きには年に一度の恒例行事がついにやってきましたね。4月14日に名探偵コナン最新作黒金のサブマリンが公開され、劇場に多くのファンが訪れています。最近のコナンシリーズあんまり面白くなかったので、あまり期待せずに劇場に向かったんですが、いやー久々に痺れましたね。ここ数年のコナンシリーズでは一番好きでした。今作のヒロインは毛利蘭ではなく、コナンの正体を知る元黒の組織の一員灰原愛ということで、コナンの女性キャラクターの中でも指折りの人気を誇る愛ちゃんがついに劇場版で日の目を浴びることになりました。黒の組織の面々も勢揃いし、ストーリーも各キャラクターの描き方も秀逸でした。僕が過去作の中でもトップ3に入るくらい好きなゼロの執行人を手掛けた立川譲さんが監督に復帰。最近では大きな反響を呼んだブルージャイアントなどの監督も務めています。彼はキャラクターの引き立たせ方がかなり上手なので、それが今作にもしっかり現れていました。そこでこの動画では映画のどの部分が特に素晴らしかったのかという感想と、原作のストーリーにも関わる重要なシーンの解説考察をしていきたいと思います。ネタバレありとなるので、この先は気をつけて鑑賞してください。それでは早速やっていきましょう。本作が素晴らしかったのは、やはり灰原がヒロインに抜擢されたことです。コナンのヒロインといえば毛利蘭ですが、これまでも他の女性キャラがフィーチャーされたことはありました。迷宮のクロスロードやカラクレナイのラブレターで描かれた遠山和葉や、根性のフェストで描かれた鈴木園子などですね。ただこれまで女性キャラ随一の人気を誇る灰原愛にフォーカスを当てた作品はありません。いつもコナンのバディ的な役回りと少年探偵団のまとめ役的なポジションを担っていました。しかし本作では老若人相システムの脅威にさらされることとなり、コナンに守ってもらう立場へと180度変わっています。灰原がさらわれた時はコナンも激しく動揺しており、コナンにとって灰原が特別な存在だということが分かりますし、唯一同じ境遇で黒の組織から狙われている身として、その恐怖なども共有できる世界でただ一人な存在です。そして灰原が密かにコナンに恋心を抱いている点も重要ですよね。蘭という恋人がいると知りつつも、好きな男の子にキュンとしてしまう灰原は魅力的でした。ただ灰原と蘭の関係性もしっかり描かれていて、灰原にとって蘭はライバル的な存在ではあるものの、それと同時に身を挺して自分を守ってくれるお姉ちゃん的な性質も持ち合わせているんですね。だから灰原自身が蘭のことを認めていますし、自分にとっても欠かせない人間になっています。ラストシーンの唇を返したシーンとかも少しかゆいというか、プラトニックすぎる表現なんですけど、愛ちゃん自身の義理を貫き通したシーンとして成立していました。普段はクールなキャラクターの弱みを見せることでさらにファンを増やしたと思いますし、コナンと灰原の特別な関係性をうまく作品に落とし込んでいて、非常に好きな作品でした。本作の敵であるジンですが、相変わらずかなりの無能っぷりを発揮していました。コナンファンの人は知っていると思いますが、彼のこれまでの失態は数多くあります。シェリーが子供に化けていることを知るピスコを躊躇なく始末したり、漆黒のチェイサーでは工藤新一の正体がコナンであることに気づいたアイリッシュを容赦なく手にかけ、そして今作でも同様に工藤新一の正体に気づいたピンガを潜水艦の爆発に巻き込ませてしまいます。あと一歩のところで新一とシェリーの正体が知れるのに、なぜかその手前で毎回判断を誤ってしまうジン。カリスマ的な雰囲気とは裏腹に、実はかなりおっちょこちょいなんですよね。僕はもはやそれを彼の魅力だと思っているのですが、ベルモットが仕組んだ老若認証システムの件もすぐに信じてしまいましたし、老若認証システムでシェリーと灰原が写っている写真も見ずに実物を見に行くと言ってますし、本当に毎回敵がジンでかなり助かっているなと思いました。ピンガもコナンにジン以下だと煽られた時にあれくらいブチ切れてしまうことも理解できました。そんな無能呼ばわりされているジンも迫力だけは凄まじいものがあるので、映画でジンが出ると映画が締まるというか、改めて脅威ではないけど重要なキャラクターだなと感じました。今作ではベルモットがかなり重要な役割を担っていました。黒の組織の他のメンバーとは独立して行動し、最終的には灰原に変装して老若認証システムに見つかることで、老若認証システムの制度が正しくないと思わせることで灰原を守ることになりました。ベルモットはこれまでもコナンに対しては有利になるような動きをすることがありましたが、灰原に対して本作のように有利に働くことはほとんどありませんでした。ではなぜベルモットはこのような行動を取ったのか、その理由は2つあると考えています。1つはコナンを守るため、
灰原がジンに見つかりアポトキシンの存在がバレてしまうと同じ薬を使ったコナンの正体もバレてしまう可能性があること、組織を壊滅させる危険性があるシルバーブレッド、その一人であるコナンを組織から守るためと思われます。ベルモットが組織を壊滅させたい理由に関してはまだ謎が多く判明していない部分ですが、コナンを守るための行動だったと思われます。2つ目の理由は黒の組織のボスであるカラスマレンヤの正体を明かさないようにするため。老若認証システムはラム主導の作戦として動いていました。だから側近のピンガが任務に当たっていましたね。そしてそのラムの本当の目的はボスの正体を探ること。カラスマレンヤは実年齢が140歳を超えていると言われており、その状態で生きているとは到底思いません。おそらく姿形を変えて潜んでいるに違いありません。その正体が老若認証システムでバレてしまうとまずいわけです。正体を変えた方法としてはコナンやハイバラと同様にアポトキシンを服用した可能性も十分にあり、アポトキシンの存在自体を知っているのは組織内だとベルモットだけだと思われるので、そのベルモットに老若認証システムを破壊させる命令を出したのではないでしょうか。ナンバー2のラムですらボスにしばらく会っていないと言っているので、かなり前から誰か別の人物になりすましていると考えられます。巷では光彦説などが囁かれていますが、本格的に他の誰かになりすましている信憑性が増しました。この2つの理由でベルモットは結果ハイバラを守るようなアクションをしていたというわけです。実はハイバラがデパートのアクセサリーの整理券を譲ったのが変装したベルモットだったので、その時の恩を返すためにハイバラを守った的な演出がされていましたが、これはミスリードを誘うものだと思いますね。以上で黒金のサブマリンの感想解説を終わっていきます。本作のエンドクレジットでは次回作の情報も少しだけ解禁となりました。怪盗キッドと服部平次の声が流れたので、ほぼ間違いなくこの人気キャラが登場するはずです。これまで部分的に同作品で共演したことはありますが、ちゃんとコラボするのは初めてだと思います。少しだけ異色なコンビなので、どんなテーマでどこを舞台に描くのかがかなり重要になってきます。2人ともかなりキャラが濃いので全然想像がつかないですが、これまた多くの話題を呼ぶ作品になりそうですね。あとは今作が結構難解なワードが多く大人向けのテーマになっていたので、次回作は割と簡単な子供向けの作品になるのではないかと予想しています。何歳になっても楽しめるコナンシリーズ、これから先も楽しみに鑑賞させていただきます。以上でこの動画終わっていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いいたします。それではまた次の映画でお会いしましょう。バイバイ。